激闘前に観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。クレイブンコテージへようこそ。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはプレミアリーグの一戦、フラムがウエストハムユナイテッドと戦います。開幕戦のウエストハムはまずまずの出来だったんじゃないでしょうかね。確かに勝ち点0は褒められたものじゃありませんが、こういうシーズンの始まりになることはよくあります。大事なのはここからどうしていくかということであり、今日の試合にもそれが問われていますよね。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。これは攻撃的な4-5-1です。前線の選手の役割が重要です。こちらがウエストハムの先発メンバーです。攻撃的な4-5-1で戦うようです。カウンターに備えやすいシステムです。ウエストハムユナイテッドの紋章には2本のハンマーが描かれていますが、これは製鉄と造船を生業とする会社のクラブチームだったことに由来します。今でもハマーズやアイアンズと呼ばれるのもそういうことなんですね。ウエストハムのキックオフです。ソーチェク、危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。攻撃の流れを切ります。やはり今日もこの選手が注目を浴びています。チームの要となる存在ですね。決定力はトップクラスです。特にゴールキーパーとの駆け引きがうまいですね。ボールを取り返します。ドリブルでボールを前へ、スライディング、おっと裏へ出した。厳しいタックル、いや危ない。よく見てボールをつなぎました。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。高い位置でカットしました。プレスが効いています。アンドレアス・ペレイラ、素晴らしいパス。クロスボールは相手に防がれました。このボールは通しません。ヴィニシウス、中の選手を狙ってきた。なんとか危機を出しましたね。ウエストハムサイドにスペースが空いています。これを決めれば1点リード。止めた、キーパー止めました。近距離からのシュートでしたが素晴らしい反応を見せましたね。
このクリアは小さい。クルズマじっくりとパスを回しています。ゴールをこじ開け均衡を破りたいところ。ボールを受けた。マークも厳しい。ピンチをタックルでしのいだ。ウエストハムサイドにスペースが空いています。フォルナルス次々とパスがつながっていきます。得点の予感がしていたんですが、ここは相手が一枚上手でした。パリーニャサポートを使うか。シュート。ピンチを抜け出せるか。再びキーパーがセーブします。福西さん、一度目のセーブに比べれば難なく処理したんじゃないでしょうか。はい、そうですね。こうして続けざまにセーブしていると調子も上がっていきそうです。これはファインセーブ。格上のチームを相手に貴重な得点のチャンスです。このコーナーキックにはサポーターも今日一番の声が出ているようです。中に入れた。これは決まりません。枠を大きく外れています。コースを狙うよりシンプルにパワーを乗せたシュートの方が良かったかもしれません。いずれにせよもう少し精度が必要でしたね。ボールは相手チームに。この位置からプレッシャーを受けている。アディショナルタイムが1分増やされました。アンドレアス・ペレイラドリブルで切り込みます。コーナーキックです。勝ち越しゴールを奪えるでしょうか。しばらく押し込まれる時間が続きましたので、サポーターからひときわ大きい声援が上がっています。勝ち越しゴールを奪いたいですね。ここでホイッスル。ハーフタイムです。後半戦キックオフです。主審がファールを取っています。フリーキックになります。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。ソーチェク、シュートが決まるか。入った。攻めきれない展開が続いていましたが、ここで待望の1点が入りました。映像が来ました。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。そしてフィニッシュ。この距離なら外さないでしょう。Substitution for Fulham coming off the pitch. Number 7 needs Kenneth Cavani to be replaced.
福西さん、移籍するという噂があちこちで流れていましたが、ついに決まりましたね。ゴールを狙う。おっと、キーパーのダイビングセーブです。コーナーからエリア内へ。これはクリアしきれていません。相手のチャンスとなるか。ゴール前にクロスが入ります。ボールをクリアします。レフェリーはフリーキックを指示しました。強烈なタックルで止めに行く。フォルナルス、ボールをクリアしました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。なんとか追いついてボールをキープします。さあチャンスとなるか。ここは素晴らしいタックル。コーナーになりました。ようやくやってきたチャンスにサポーターも声を上げています。入れば同点ですので。決まった。同点ゴールです。リプレイが出ます。このコーナーは用意してきた形でしょう。うまく頭で合わせてフィニッシュ。素晴らしい反応でしたね。かなりエキサイティングな展開になってきましたね。お互いに攻め合っているにもかかわらず、まずポゼッションも互角ですし、スコアも同点です。この先も素晴らしいプレーを期待できそうですね。マヌエル・ランシーニ、いいパスが出ました。決定機になりかねないパスでしたがカットしました。ランシーニ、おっと裏へ出した。入った。再び相手をリードするゴールが決まりました。リプレイを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ。冷静に決めました。ボールが相手に渡りました。ナイス。いい位置でカットした。このままいけるか。シュートはポストへ。ここはなんとかしのぎきりましたね。試合終盤で1点リードを許していますが、サポーターはまだ追いつけると信じているようです。この応援がそれを表していますよね。狙ってきた。これは惜しい。クロスバーに阻まれ、
ました。ウエストハムが選手を交代します。ライス、ランシーニ、これはナイスインターセプト。スローインとなります。苦しい試合ですが、ホームのサポーターの歓声は大きくなっています。選手たちにもよく聞こえているはずです。このまま黙って負けるわけにはいかないでしょう。このシュートはどうだ。ボールがこぼれた。まだありそうだ。キーパーがファインセーブ。至近距離からのシュートを阻止しました。なんとか1点リードを守りましたね。残り時間を考えれば今のは勝利を決定付けたプレーになりそうです。近くの味方を使います。タックルでコーナーに逃れました。選手を変えるようです。ショートコーナーを選びました。中央へのボールはクリアされました。ボールを狙ったタックル、ウエストハムのフリーキックになります。試合終了まであと5分しかありません。笛は吹かれません。危険なタックルでしたが、さあ同点を目指して攻め立てます。これが最後のチャンスになるかもしれません。いい攻めを見せていましたが、ここで断ち切られました。トム・ケアニー、ウエストハムがフリーキックを獲得しました。このパスはわずかに味方と合いません。相手のスローインになります。シュルツに渡った。ボールをキープしていますが、ここで取られると危ないですね。試合終了まで1分も切りました。いいスペースにボールを出しました。切り裂けるか。同点に追いつく絶好のチャンスでしたが、シュートは入りません。残り時間を考えると今のミスを後悔することになりそうですね。このボールは外に出てスローインでの再開となります。試合終了。このリーグ戦はアウェーチームの勝利です。開幕戦を落としたことが心配だったんですが、ここはしっかり勝ち点3を確保しましたね。これでチームに士気も戻り、自信を持って次々に臨めるんじゃないでしょうか。それでは注目の選手のプレーを振り返ってみましょう。福西さん、周りを十分納得させるだけのものがありましたね。よくやっていました。勝利につながるゴールを決めてくれましたね。